正しい戦争なんてない。でも正しさが人を救うとは限らない。すがるべき光があれば人は生きていける。そう言ったマリーダさんが思い出させてくれたあの人の言葉。人間だけが神を持つ。希望や可能性をもたらす光、誰の中にも存在するものだけど、他人の信じる光を否定したとき、人は争いを始めてしまう。戦いの結果を気に病む必要はない。マリーダさんはそう言ってくれた。慰めてくれたのかもしれないし、ただ覚悟を言っただけなのかもしれない。どちらにしても俺の心は少し軽くなり、分かり合えるような予感さえあったんだ。ここが戦場になるまでは。地球に降りる。彼の言葉を信じてみようと思った。自分の軍隊に背を向けてまで敵の要人である私を連れ出そうとする、その行動を信じてみようと考えたのだ。そうだ、闇の中でとどまっていてはいけない。走り出してみなければ。ミネバザビを連れて地球に降りる。そう決めた。できれば家に頼りたくはなかった。期待通りにことが進む確証もない。だがノーム隊長も言っていた。お前にはやらなくてはならないことがある。生き残った者としての義務と責任を果たすためにも、ザビ家の忘れ刀を連れてマーゼナス家の力を借り、戦争を止める。たとえ裏切り者のそしりを受けても。